どうもヒロドです。この動画はドラゴンクエスト5の勇者の作り方を紹介する動画です。5といえばね、ビアンカとかフローラとかデボラとかいますけど、作れそうだったらね、作っていきたいと思います。今ね、作れそうかなってちょっと思ってるのがファイヤーエムブレムですね。あのキャラクターたちは多分作れるんじゃないかなとかちょっと思ったりしてます。瞳の色は赤のラインです。髪色は真っ黒ではなくて、少し黄色のラインに入れた方がいいと思います。このカラーは頭と胸にも使用します。身長は多分170ぐらいだと思います。上下の衣服が真っ白なんで作りやすいかと思います。頭と胸はアクセサリーの色を使います。タイプ9の腰巻きとちょっとね迷いましたが、今回帯のねタイプ7を使っています。モーション自体はね杖で大丈夫だったんですけど、もしね聴覚が良ければ聴覚にしてください。はい、以上です。要望や感想がありましたら気軽にコメントしてください。ご視聴ありがとうございました。